ソマリア沖2008年11月11日の事件は、ソマリア沖アデン湾において、ソマリア沖の海賊と、イギリス海軍、ロシア海軍合同部隊との間で発生した、海戦である。2008年に入り、ソマリア沿岸での海賊被害は急増し、NATO とロシア連邦軍は共同で、アデン湾を含む、周辺海域を航行する船舶に対して、護衛を実施することとなった。 そのような状況である中11月11日、ソマリア海賊はダウセンとスキフを用いてアデン湾を航行中のデンマーク籍の貨物船パワフル号を襲撃した。ソマリア海賊は2回にわたり小銃で射撃しつつ貨物船パワフル号に乗り込もうとした。しかし、その試みは船員の抵抗によって撃退され、周辺を警戒中の合同艦隊に救援を、 要請した。通報を受けたロシア海軍警備官 FF712 ネウストラシムイは、他のデンマーク船会社所有の貨物船団を護衛中であり、関西していたか -27 を先行して、発艦させ、現場へ急行させた。イギリス海軍の22型フリゲート F85 カンバーランドは、関西していたリンクスを飛行させつつ、海賊の行動を阻止すべく。 ダウセンの追跡を開始した。やがて、ダウセンに追いつき停戦を命じたが、海賊側はこれに応じず、カンバーランドは震度を妨害しつつ臨検するため、イギリス海兵隊コマンド隊員が登場した2隻のリブをダウセンに接近させた。接近途中、ダウセンからリンクスに対して銃撃が行われ、イギリス軍側はこれに応戦した。これにより、海賊2人を射殺、 一人に重傷を負わせたウブネは捕獲された。ありがとうございます。